皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。今日の三峡ダム、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。昨日ですね、皆さんたくさん見ていただいてありがとうございます。で、今日なんですけれども、実に面白いことにですね、いくつかのソースでチェックをしています。で、携帯からはまあ見れないようなソースもあったりとかして、なんですけれども、そのうちのですね1個は、サイト全体の更新はしてるんですけれども、3強だけ止まってますね。はい。3強だけ止まってます。で、それだと、まあ、皆さんに情報をお届けできなくなるんで、それ以外のも、チェックをして総合的にお届けしてるんですけれども、総合的にまあ見てですねお届けしてるんですけれども、このカメラを設置している間に数値が変わりまして、今ですね入りが分かりません。入水量が分からない状態ですね。で、その1個前ぐらいの時間帯だと今入水量が5万8000リューベですね、5万8000立方メートル、5万8000ですね、立方メートルあります。で、ですね、ただ同じ時間帯で違うものだと4万9000リューベで、ここの誤差があんまりなかったので正確な数値を自分なりに割り出してできたんですけれども、今日に至ってはですね9000リューベも開きがあるので何とも言えなくなりました。で、今でなんですけれども、放水量の方は今4万リューベですね、4万リューベ放水してます。で、水位が、164m11ですね。これもですね、このカメラを設置している間に実は下がったんですね。カメラを設置しているとき 164m13 だったんですけれども、2センチ下がりましたというような形でございます。まあ、いずれにせよですね、設計最高水位が 175m です。で、ここまでの貯水っていうのは毎年チェックをしてて、僕ここ数年やってないと思ってたんですけども、どうやら毎年やってたみたいで、10年連続ですね、去年も 175m までの貯水は成功しているので、ここまではまあの上限幅を使いながらコントロールしていくと思うんですけれども、そこを超えるとですね未知の領域に行くと。で、今ですね仮に入りの量と出る量が、まあ、1万あって、毎秒1万、立方メートルずつ溜まっているとするんであれば、9日ないぐらいで175メーターまで行くという計算です。ですので、だいたいですね、7億4000万立方メートルで、1メーター、三峡ダムの水位が上昇するという計算になりますので、それでいきますとですね、9日いらないと思いますね、いらないぐらいで、溜まっちゃうということになります。ただ総合的に見て今、入水量自体は一番ひどい時よりは減っている、かなと。6万を超えていたので、ただじゃあ現状がその4万9000とか5万8000とか出ている数字が、少ないかというと、これは全然少なくないので、ものすごい量が入ってきているので、まだ全然予断を許さない状態だということです。まあ、ニュースなんかでね、地元の一般の中国の方がですね、娘さんをおんぶしながら、洪水避難をするようなシーンなんかも見受けられてですね、本当に一般人の方の、まあ、生活がですね、脅かされているという状況ですけれども、また逐一ですね、ちょっとウォッチして、状況をお届けしていけたらなと思います。ここ本当に1週間ぐらいが、勝負かなとも思いますので、また明日も引き続き速報でお届けさせていただきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。